皆さんこんにちはただいまより2024年税理士母材横断ガイダンスウェブ版ガイダンスを開始させていただきますえ担当はレックの富田でございますどうぞよろしくお願いいたしますはい。そしたらですねあのこちらのガイダンスはショート版ウェブ版ということでお時間10分から15分程度というのでまあ結構短いんですけども今年もですね開講させていただきますこちらのクラスです 2024年向け母材横断のジェリシクラスですね、えー、こちらの講義私トミタの方で担当させていただきますのでまあ、ショート版ガイダンスということでまあ、10分15分ぐらいお時間をいただいてねお話の方をさせていただくというところになりますでもしご都合が合えばもう少しロング版1時間程度かな 1>, 1時間程度のロング版のガイダンスもありますんで、まあ、そっちでもうちょっと細かい話もさせていただいてるんでね、えー、よろしければそちらもご参加いただければとは思うんですけども、まあ、今日はショート版ということで本当にギュッと凝縮して模、ね、イ横断をお考えいただいている皆さん方に、まあ、その特徴点なんかをねざっくりお話ししようというのがこのガイダンスのコンセプトです。まあ、世の中何でも時短ですから <laughs>、ね、<laughs> 短い時間で趣旨を言えとういうことでございますんで、えー、その前提になる。でね この税理士の母財横断クラスねまあ1年間の勉強で簿記論と財評の同時合格を目指すということをコンセプトにしたこのクラスなんですがまあ近年ね他校さんなんかでも類似のクラス設定されています。年間の勉強で論ダブル合格しましまょうこういうコンセプトの講座をよその学校さんもいろいろお作りになってますけどねまあいわゆる資格予備校の中で簿記論財評の同時合格を目指して 1>, 1年間で勉強しましょうよこういう独自の講座を設定したのは私どもで,は元祖ですですからこの「母材横断」がまさに短所なんですね。ねパイオニアなんて言うとねちょっとおこがましいですけどもお私どもが始めた学クラスなんですよ。ね、で担当講師としては私が3代目です。ね、初代がいて2代目がいてで3代目。 何代目とかちょっとちょっとあのよからぬグループの人たちと同じになっちゃうんですがあれはそういう風に聞こえるかもしれないですけど、まあ、それはそれでね、うん、そんなに聞こえの悪いもんでもないかと思うんですが、まあ、私の代目でもうザイオザのクラス担当させていただくようになってもうすでに10年ぐらい経ってますんでね、えー、それだけの長い歴史を培ってくることができたのがこのクラスでございます。 でそれだけね長いスパンにわたって講座を運営させていただくことができたというのはただただひとえに選んでいただいいたたのは当然大きいですただ選んでいただいても結果が出てなければ当然自然消滅しますんでこれねこれだけ長いスパンにわたってこのクラスが残ってるっていうのはもう理由は簡単例年受かっていただいてるからなんですね。で今現在私がこのガイダンスを収録してる時点ではまだ2023年の試験はやってません。 二千二十三年の試験はまだやっていません。これ、四月の段階で取ってますので、えー、これから。まさに二千二十三年向けの直前の授業が動くんですけども、ね、今現在で言うと、税理試験の結果が出ているのって、二千二十二年の結果までです。でこの二千二十二年度と二千二十一年度。この二年間は、私ども開講させていただいている。この母材横断クラスに関しては、非常にいい年が二年続きました。 何がいいのもううかるでしょうすごくいっぱい受かってくれた。で、ねね、すごく多くの受講生さんを輩出することができてね中には母座用だの即習っていう形で勉強してくださった方、まあ、学生さんだったんで比較的時間が取れたっていうのもあると思うんですけど、えー、2月3月勉強始めてですねその年に8月の試験で2科目受かったとこういう方も出ました。 でそれ以外にね標準的な、まあ、通学のクラスでいうと9月ぐらいから授業始まりますからあーそれぐらいから勉強を始めてくださった方も多くのダブル合格者ないしはまあ一つだけ合格っていう方もいらっしゃいましたけど全体としての合格っていうのを勝ち取っていただいた方非常に多く2021年22年は出ましたんで私どもレックとしては非常に嬉しいこれが2年間続いた。まあ、これから23年があっててそしいいよいよ 皆さん方年向けの受講生さんになっていいいただく可能性があるとうううこういう話ですねでそれだけねやっぱり結果を出すことができてるからあ長いスパーにわたってこの講座というのはあ続けることができてるんで、まあ、それはただただ一人にね、えー、皆さん方受講生さんが一生懸命頑張ってくださった少佐と言わざるを得ない他に何にもない、まあ、僕らも一生懸命授業はしますけども結局僕らっていうのはアシスト役ですから。 あ,あ、主体的に動いてくださる皆さん方が一生懸命やってくださった。ああ、それがもう全てだと思うんだけどね。で、ね、そういった先輩方のおかげがあってですね、えー、この母、材オーダーのクラスについては、2024年度も開講することができそうというところになってます。でね、この母、材オーダーのコンセプト。まあ私の方で担当させていただくのって、それ年々年々経ちましたが、母材オーダーのコンセプトっていうのは？ 当然のことながら簿記論と財票の同時合格、一年間の学習によって簿記論財票の同時合格を目指しましょうというのがコンセプトです。じゃあそれを実現するために何に重きを置くの？って言ったらこれは間違いなく計算なんですね。で、財務諸評論という科目については100点満点の試験のうちね、50点が計算領域で50点は理論の論述なんです。で、この理論の論述ってのは結構ねネックになるというか違和感感じるというか if の面すら覚える方もいらっしゃる。 わあ理論怖いなと思われる方いらっしゃるんですけどねそんなに構えることないですよ。理論って何やんの端的な話です。皆さんああ簿記検での学習経験は面白い方だったら分かると思うんだけど木松決算を迎えて有形固定資産の原価償却するでしょするでしょねあの原価償却についてじゃ減原価償却を行う目的は何ですかって聞かれたらその理由書くんですよ。ふ普段計算でやってんことのバックボーンとなるような知識を書いてくれってだけの話ですからねえ えー、そんなにね構える必要ないでもっと言っちゃうと今の税理試験っていうのはね理論っていうのはまあ多くの場合、ね、みんなが得るようなベーシックなところが解ければそれでいいんですそれを上回るような領域のものってみんな書けないからで最近はねその上回るようなところが結構出るんですよそうなるとほとんどの受験生さん理論そこの部分書けないんでか書かなくていいんですでみんなと同じように最低限度の部分を取ってきゃいい じゃあ合格するために何が必要なのって言ったら今の財務諸評論でね計算できない人は受かりませんよ。計算でっていうのも財務諸評論は100点満点のうち50点が計算なんです。50点が計算なんだけどいいこれね先ほど申し上げた通り20年度21年度皆さん方の先輩となるボザイオダの受講生さん多くの方が受かってくださったで多くの方が受かってくださったんだけどその方々軒並みですか 試験終わった後の自己採点ベースになりますが、試験終わった後の自己採点ベースになりますが、計算50点のうちの40点以上、ほぼみんな達成しています。それができるんです。い<え>、母材オーの受験生さんって、なんでですかって言うと、同じ計算科目、会計科目として母理論という科目があるんですけど、母理論の計算と財務諸表論の計算で比較すると、絶対的に母理論の計算の方が難しいです。で、これがね、ちょっと厄介な話なんですけど。 22年の試験2022年の試験は発表された全国合格率が財務諸評論が15%ぐらいで簿記論が20ちょっと簿記論の方が率が高かったでこういう状況になったんでこれはもう試作方ぶりですけどこういう状況になったんでね、えー、例えば私受講生さんにも言われましたしネットなんかでもちょっと目に,目にしましたけどね「財表の計算の方が難しくなった」っていう声をよく聞いたんですよ。よく聞いた。 もう「簿記論より財布の方が難しいよね」という声をよく聞いたんですけどまあ難しいとか簡単とかな主観の問題ですからああ全てねそういうふうにおっしゃる方を僕は否定するつもりはないですけど僕個人の考えで言わせていただくと2022年の試験の内容を見たときに「簿記論より財布の方が難しい」全「全然全く何にもそんなことはない」<え>そもそも財務諸評論の計算というのはね え財務諸表論っていうぐらいですからえ PL とか BS っていうのはね各種法令会社法とか金融商品取引法って法律があってねその法規法令に基づいて財務諸表って書き方が決まってるんですよ。でこの法令の定めに従った PLBS が作れるかすなわち表示の仕方をちゃんと覚えてますかそれを問うっていうのが財務諸表の計算のコンセプトなんです。えで財務諸表論はあくまでもそれを問うんです。 だから純粋ななでの計算能力んんか求めてないんですよその証しとして財務諸表論の問題ってのは基本的に何をしなきゃいけないかって問題文を見たきに分かるんです分かるんです自分で深めして解釈をしなきゃいけないとかそんなんないんです比較的知識で対応できるのが代表の問題なのでそれに比べると簿記論っていうのはね純粋な計算能力会計学に関する計算能力を問うっていうのは簿記論なんですだから問題自体の応用度が高いのよ 絶対的にでこの間のその2020年の問題考えたって簿記論の方が率が高いから合格率が高かったから簿記論の問題の方が簡単になった全然違いますよ。問題の質は簿記論の方が難しいんです。じゃあ簿記論の方が合格率が高かったのは何ですか簡単です。受験生が頑張ったからです。受験生が頑張ったからですよ。それしかないですよ。少なくとも財務省論と比較した時に財評の方が計算難しくなってそんなことはないです。簿記論の方が難しいです。 じゃあなんで在表の計算の、えー、在表の合格率が下がったんですかこれ簡単です簡単です在表の受験準備をされている方々がちょっと対応できないぐらいの量が出たからですあのね問題難しくないんです量が多いんです2020年の試験ででその年でもさっき言った通り私どもの母材オ横断の OB OG は自己採点ベースで40点以上取ってるんですなんでそれができるか簡単ですえ 日々の授業はより高度な計算能力を求める簿記論を想定して私の方で授業をさせていただいてるから全論点について常に計算は簿記論を想定してやってますで簿記論を想定して計算能力を身につけていただいて最後に財務書表はこう書くよ財務書表に開示するときはこう書いてくださいねってそれに乗っけるだけですその前提でいうとうちの OBOG たちは全ての計算領域について簿記論前提で勉強やってますから え多少量が増えたって対応できるぐらい日々難しい問題やってたんですで、それに対応できるように勉強したんですだからこの間2022年みたいにね合格率がちょっと下がったねえ、下がったのは何でですか在表の合格率下がったのは何ですか量が多いからですよだから在表しかやってない受験生さんにとってはちょっと不利だったんです今までないぐらい量が多かったからでも元々母材ダーの受講生っていうのは よりレベルの高い簿記論の問題に対応するように日々練習してますから当選のことなら問題対応力が高いんで多少量が増えたって問題解けるんですよ当たりましょう対応力が高いってことは当然迅速さも兼ね備えてますからえ遅いけどできますなんていうのは税理試験の受験準備としてダメなんで早くて解けるんですそれを常に成立するように勉強してっていただいてるだから2022年で少し合格率が下がった時でも財務省論ね うちの OB OG たちはみんな受かってくれてるんですみんな受かってくれてるんです、ね、ダブル合格の人が多かったんですそれはなんでちゃんとより高度な計算能力を身につけるって募金論を想定して全ての論点に関して計算能力を身につけるということを意識して勉強してくださったからですで、これが実現できているのが母材横断強みならある意味ですけど2022年の試験の結果っていうのは母材横断が どれだけ優れたものかというのがある意味よく出せた問題だったと僕は思いますね。でちょうどねこの2024年向けのパンフレットね、えー、ボザアウトのパンフレットまあこれあのお手元に紙ベースのものが欲しいよって方はおっしゃっていただければお届けすることもできますが私どものホームページのデジタルパンフレットをご覧いただけますんで。 このね、えー、パンフレットで細かい学費なんかも載ってますからそこをご確認いただきたいんだけど是非一回見ていただきたいのがこれ合格体験記をね例年多くの受講生さんに寄せていただいてるんですが今年はね,ね女性と男性お一人ずつ書いていただいたんですけど女性の方がね私が普段ライブのクラス通学のクラスっていうのを母材オーダーの通学のクラスっていうのは水道橋校で開校してるんですよ。で、 これライブのクラスに来てくださってた受講生さん OG の方です、ね、でこの方この方がまさに通学クラスなんかで一緒に頑張って勉強してくださってでその2022年の段階でね代表の合格率が低かった時に何の問題もなくシュッとダブル合格してくださった方、ねまあ、こ今回はねどちらの方々もその2022年の段階でダブル合格を果たしてくださった方々なんですが合格体験記 まあどういうことを意識しながら普段勉強してどういうところで効率性が高められたと感じたかっていうのをちょっと書いてくださったんで是非皆さん方に一回これご一読いただきたい。ね。あ,あ先輩たちってこういうふうに勉強したんだなっていうのも分かりますから是非ああご一読いただきたいんですが、まあ、こういうふうにねより高度な計算能力を身につけることをコンセプトにすることで効率よく2科目合格を目指しましょうっていうのは母材横断のクラスの特性なんです。ね。 当然のことながら1科目ずつ受験を考ええるよよりはは勉強量は増えますよただ2科目分の勉強をするときに純粋に2科目分の勉強なんじゃなくてこれを1.5とか1.6とか、ね、1.5科目分1.6科目分の勉強をすることで2科目の合格を確実にしていこうっていうのがボザイオダのコンセプトですから当然1科目だけ勉強する時よりは勉強量は増えます。ただ 2科目分けてすなわち論材を分けて勉強する時よりはは効率性は絶対いいだからある程度ね集中して勉強ができるような時間を作っていこうとか効率よく短期的に試験を合格してしまおうとか、まあ、そういう方にとっては母材横断というのは利点が多いので一つ前向きにご検討いただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。でもうぼちぼち時間ですから一旦区切りますけどねあのこちら是非ですねパンフレットの方をご一読ください。 ね、でご一読いただいて各種内容学費等も含めてですねいろんな詳細手続きなんかについてないしは講座の設定についてご案内も入ってますから是非こういったものをご確認いただいてなおかつねあの分かんないところとか疑問点があればあのご遠慮なくメール等でも結構ですからご質問ください。ね、やっぱり疑問とか不安を抱えたまま勉強を始めてもねやっぱりこうすればよかったとかでは出てきちゃうから。ね せっかく皆さん方勉強して税理士になろうって今思ってるんだからね入り口の段階でまあ言葉悪いですけどそううい皆さんがその税理士になろうと思っている気持ちをね最短の期間でより効率よく形に残すことができるというのは一番大事なことなんでそのためにはまあ私どもに限らずね他校さんを比較検討していただくのも大事だと思います。いいいろんななものを見ながらご納得たただいた上でね 講座をご選択いただければ僕はそれでいいと思ってるんで、まあ、その上で不明点等があれば、ね、パンフレットもね一応うちの営業のスタッフが一生懸命作ってくれてるんですけどやっぱりね皆さんの視点から見た時にはちょっと情報が足んないっていうところもあるでしょうからでそういった部分があればやっぱりね気になさらずどん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 積極的にご質問いただいてでその上でご納得いただいてね講座を選んでいただければというふうに思います。まあ、僕ののの講義を行う上での最大のコンセプトこれはですね 真に重要性の高いものを明確にし保険的論点と明確に切り分けることで確実な合格を手にするためにメリハリを持って授業する、まあ、これを私は常にコンセプトに掲げながら授業をたさせていただいておりますんでまあ皆さん方あー1回目の授業に関しましてはですね、えー、体験聴講していただくことも可能でございますんで、まあ、そういったものも含めて、ね、いろいろご検討いただいて、まあ、よろしければね この2024年向けの母材横断クラスの方にご参考いただいて、ねまあ、次は皆さん方がんこのパンフレットで合格体験記を書いていただくという形になっていただけると大変ありがたいと、うん、いうふうに思いますんでねまあ,あ非常にショート版で、えー、かいつまんの話になってしまって申し訳ないんですけどもまあ細かい話等もあれば、まあ、工藤ですけどもこういったパンフなんかをねご活用いただきながらあ疑問点の解消を図っていただいて。 まあ、ぜひ前向きにねご聴講なんかをご検討いただけるとありがたいというふうに思います。ねはい、以上をもちまして、えー、本日の母材横断「ショート版のガイダンス」はおしまいというところになりますんでね是非、まあ、皆さん方あー私の授業の方にご参加いただけると大変私はありがたいと思いますが、まあ、何よりも大事なのは皆さん先ほど申し上げたとおりまず皆さんが今税お持ちになってる税理士になるんだというその気持ちをね 確実に形にに形げられるるようにするそのために最良の道はどうなのかということをしっかりとご検討いただくということだと思いますんでね是非、まあ、前向きにねご検討いただければというふうに思います。あ以上で本日のショートバイカンでショート版ガイダンスは終了とさせていただきますんで。 えー、まあそれでももう18分ぐらい経っちゃったんでねちょっと長めになりましたがあお付き合いいただきましてありがとうございました。で、ねえー、またよろしければあロングバンガイダンスの方もご聴講いただければありがたいというふうに思います。以上で終わります。えー、皆さんごご聴講いいたただきままししてありがとうございました